トゥナイトファイブ。はい、始まりました。トゥナイトファイブ月曜日、担当は、大谷やんこと大谷あゆみがお送りします。今日のゲストは、後輩のこの方、オンガレナです。お願いします。はい、レナちゃんスタッフですよ、はい、スタッフです。今日はね、はい、あの2人ともね、今日は喉がやられてますので、ね、大人っぽくお送りしたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。あのね、はい、今日のテーマはもうすでにも喉がおかしいんですけど、はい、今日のテーマは特に決めてはいません。ただね、あのリスナーさん皆さんに聞きたいのが喉のケアの方法ですね。お願いします。本当によ。声出しすぎてよ、はい、ね、2人とも喉がおかしくなっちゃってるんですよね、はい、いろんな方法を試しました。喉飴、トローチ、なんでしょう。のどあめ、トローチ、それぐらいかな。そうぐらい、はい、だけど、あ、うがい、はいはいはい、この2日間で急にね、はい、まあ、のど出しすぎ、のど出しすぎ、声です、声、のど声です。のど出すってね、もう表現がおかしくなってますけれども、もう本当にね、ありがたいことに花月、はい、おもろお化け屋敷すごいですね。ゴールデンウィーク、はい、この花月は昨日、今日、明日もう満席です。わお、チケットも、はい、明日の、3回公演はもうチケット完売しました。わ、ちなみに芸人の名前は、明日は、はい、博多華丸大吉さんとノンスタイルさんと、GAG さんと、はいはい、少年楽団さんね、はい、と、ピスタチオさん、セブンバイセブンさん、はい、お茶の水男子さんです。はい、豪華、はい、今日もめっちゃ豪華だったよね。シソンヌさんとかもいましたね。今日シソンヌさんいました、ね、はい、すごいね、はい、そりゃ満席なるわ。なります、はい、本当に本当に、もうおかげさまでおもろお化け屋敷も大盛況で、もう朝からもうオープンからずっとね、はいはいはい、並んでるわけよ、子供たちから、はい、もう家族連れがやっぱり ね多くてね。この通りです。私のこの声を聞いてください。私ずっとエレベーターでも声を張って今日一日頑張りましたよ。はい、はい、もうだから明日もう、まだでも明日もありますので、皆さんぜひおもろお化け屋敷遊びに来てください。花月の方も遊びに来てください、はい、ください。ではまずですね、今日オープニング曲を流したいと思います。ファンキー加藤でリスタート。リスタートで喉やられてるかね。あやパスさんだ。あやパスさん、ありがとうございます。ちょっと写真撮ります。はい、はい、いきます。はい、3、2、1。はい、ありがとうございます。何になるんですか、これは。 FM 小沢のですよね。 Facebook にあります。はい、いやー、ありがたいね。いいね、加藤さんの曲を聴きながら。そうですよ、皆さん、レナちゃんも私と同じくファンも、ファンキーモンキーベイビーズのファンですからね。はい、お疲れ様です。あ、マサトさん、あ、ちーさんもこんばんは、ありがとうございます。そう、サーカスの、こんばんは。おもろお化け屋敷ちょっと変わったみたいですね。そうなんですよ、ちょっとね、合言葉というのが出されまして、はいはいはい、まあ今ネタバレになってしまうので、あ、じゃあ言えないですね。そう、合言葉っていうのがありまして、そこを最初にスタート前に言っていただいて、中にあげるんですよ。いや、新しくなって一回も言ってないです。あ、本当に、はい、結構ね、中も怖くなってるよ、ちょっと、いろいろ変わって。あ、マサトさん、ファンモンのバスが八王子に走ってましたよ。おお、あ、いいな、行きたいね、行きたいね、八王子ね。はぁ、あ、今日疲れてるよ、喉が、喉が、喉がおかしいわけさ。それ作ってるじゃないですか。喉がおかしいわけさ、今日これでお送りしようかな。いやいや、はい、始まりました。余計壊れますよ、明日できなくなりますよ。とによ、キーちゃん、気になります。早くお化け屋敷に行きたいです。
いやぜひいつでも待ってますので遊びに来てください。結構ね新しくなって、新しくっていうか、はい、あれなのよ、クオリティが高くなって、そうやっぱね、大丈夫さすがにね芸人毎日毎日やってますから、はい、まあ脅かし方、うん、それぞれみんなあのね個人なんていうんですか、そう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 、お化け屋敷のね脅かし方がね結構みんな特徴があってね、はい、上手になってきてますよ。まさとさん、あ、それとゲストにハイビスカス来ないんですかね。だからよ、一回でもハイビスカス呼びましたよ最初の。ハイビスカスってなんですか。ハイビスカスパーティー。あ、そういうことか。そう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 、ハイビスカスパーティー呼びたいんですけど、今日はちょっとね、ちょっと別の件で、別の件でちょっと忙しくてね来れないんですよね。なかなかね呼びたいんだけどさ、時間が合わない、時間が合わないんですよね。まずで二人とも同じエレベーターがあるので、あ、はいはいはい、っていうのがあってちょっと呼べないっていうのもあるんですよ実は。はい、あ、はいはいはい、そう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 、閉店時間とかね、いろいろありますので、あ、でも時間が合えばぜひ今度もまた2回目、1回目は出たので1回読んだ大きさ、あ、見ましたよ、その見た最初らへんですよね。そう、最初らへん、トナイトファイブの、あ、トナイトファイブ本当に最初らへんかな、やったばっかりぐらいの時、なんだかんだもうトナイトファイブって半年ぐらい経つね、12月からやってるから、早っ、早いですね、そうさん、そうです、もう半年、ありがとうございます。おかげさまでリスナーさんも結構固定の方になってきまして、はい、ありがとうございますやばい声が、ありがとうございます。ちいさんもこんばんはですね、かわいいちいさんの写真を、猫だね、かわいい、ありがとうございます。テーマどうしようかな、マジでテーマ、テーマ5月病暗いな、そうですそうです、暗いな、ゴールデンウィークとか、あ、いいね、どこ行ったかっていう話をする、でもなんかどこも行ってないですよ。あ、みゆちゃんだ、デイジ久しぶり、みゆちゃん超久しぶり、元気、デイジ久しぶり、みゆちゃんは北海道でモデルをやられてる、うん、やば、北海道ってあっちですね、あっちですよどっちよあっちです、あっち、あっちか、遠いよ北海道から見てる、あ、写真もなんか綺麗になってる、大人っぽくなってる、見ない間に、何歳ですか、ね、20歳ぐらいじゃなかったかな確か、うん、若かったと思う、若いっすね、うん、ありがとうございます。どうしようかな、マジでテーマゴールデンウィークしようかな、ゴールデンウィーク皆さんはどこに行きましたかっていう話です、いいっすね、うん、それかどこに今から行くのかっていう、まだ終わってないからね、はい、今日が4日でしょ、4日っす、6日までか、はい、6日まで、5日までだと思ってた、6日までです、あ、そうなんだ、はい、2からでしょ、2、3、4、結構連休だね、その、早い人は多分25に4月25から始まってると思います。あ、違いますかね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12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 、
これ電波として言う。あ、ゆみちゃん元気だよ。先月大きいイベントに出演したよね。らしいですね。本当に本当にあの味食うたラジオの元々リスナーさんで、あの味ラジのリスナーさんだった頃はまだモデルになってなくて、はい、モデルになって、はい、からのなんていうのスタートリスタートですよ。おお、はい。ぜひ最後まで聞いてくださいよ。メールが何で来てます、ね。あ、よい。メールの方も2通来てます、ね。あ、来てる。ダリナちゃん。トゥナイトファイブ。はい、CM 明けまして早速メールが届いておりますので紹介したいと思います。はい、これなんだろうな。ラジオネーム これ小座之助さんでいいんですか。うわめっちゃ久しぶり。こんばんは、トゥナイトファイブ久々の参加です。本当だよ。元気？今日心がザラザラしていましたが、この番組で笑って
吹き飛ばそうかと思います。よろしくお願いします。お願いします。あら残念笑えるかな今日。今日オフですよ。今日マジでオフっていうかな喉が痛くてさ。小座之助ありがとう。でも最後まで付き合ってください。よろしくお願いします。お願いします。タンが絡んでよ。ちょっと待ってよ、タンが絡んで。レナ読みます、うん、あ、じゃあレナちゃん読んでください。じゃあレナ噛みますよ。いやいや、うん、はい、お耳の恋人親やんさん、はい、元気に頑張れレナさん、こんばんちゃ。こんばんちゃ。最近ハピナハ中毒のお笑い大好き沖縄市民、沖縄モンチッチアイビン。あ、今日も来てますね。ありがとうございます。今日も観覧しに来てます。ありがとうございます。最近は腰の腰体、うん、容態がだいぶ良くなってるみたいで、モンチッチも嬉しいです。つい先日9回目のオモーバ入りましたが、9回、うん、オバーマジムンがかなりレベルアップしてきてて、うん、初めて手の震えを覚えましたが、楽しいのもあり、うん、また入りに行きますよ、うん、てか親やんさんのガイドの見習いして、親やんさんガイドの見習いしてるみたいですね。いつか親やんさんのガイド当たるのを楽しみにしておりマンハッタン。お、もうかまなかった。して喉のケアですが、うん、喉飴もうがいもダメならあとはもう喉を鍛えるしかないですね、うん、ただどう鍛えたらいいかはわからないのでサイトで調べるしかないですの、はい、うん、頑張る芸人さんみんなにパワーを送りたいのでリクエストします。ファンモンで夢をお願いします。あ、では最後までチバリを。ありがとうございます。ありがとうございます。いい曲を出してきましたね、うん、ファンモンの夢。これね、いい、知ってたルナちゃん。何ですか。私あのファンモン好きになったきっかけは、はい、ちっぽくの勇気なんだけど、はい、この芸能界という仕事を、はいはいはい、もう一度というか、うん、挑戦してみようって思ったきっかけの曲は夢なんですよ。ああ、聞いたことあります、うん、はいはいはい。ちょうどナイスタイミングですね。いいですね。で、夢があれば後で後ほどかけたいと思います。ありがとうございます。喉のケアね。あれ、あ、なんかいっぱい来てる。ありがとうございます。どうします。じゃあれなちゃんお願いします。はい、あゆみん聞いて聞いて、好きな子にうざって言われた、うん、シクシクかっこ泣き。でも言い方変えると気持ちいいね。 S ですか M ですかと言われると、僕はどこの部類に入りますか、教えて。れなちゃん、よぎしこジャパンでした。いや、れな知らないですよ。やばい、好きな子にうざって言われた。でも言い換えると気持ちいいね。 S ですか M ですか。おこれ何なんすか。好きな子にうざって言われた。これでもね、どういう感じで言われたかによるけど、はい、その子も好きなんじゃない。そうっすよね。ね、うざって。でもなかなかうざって言われないよね。喋らない限り言われないです。ああ、でも喋りかけてる。だ、でも、ああ、そうだよ、嫌だったら無視するもんね。はい、レナ無視する人なんで、ね、はい、わ、リアル怖い、超怖い。レナちゃんに無視されないようにしよう。頑張ろう。好き。いやー、ありが、面白いメールありがとうございました。ただいまー。いやー、私はね、ちなみに、はい、案外 S なんですけど。別にどうでもいいか、そういう話は。そういう話はいいですね。レナが慣れてないんで、あんまそういうの。はい、じゃあ次行きましょう。あ、っていうか、メールいっぱい来てますね。めっちゃ来る。なんでみんな。あれなんじゃない、みんな喉、私の喉のこと分かるんじゃない。ああ、はいはいはい。これはね、おそらくね、みゆさん。これは、あ、みゆさんだ。お、じゃあ読みますね、はい、皆さんお久しぶりです。嬉しいことに最近は忙しくゆっくり聞けなかったのでメールします。画像は先月出演したイベントの、模様だよ。9700人の方が見てくれて緊張したけど、芸能人さんと一緒に仕事ができたのでいい経験になりましたよ、ということですね。画像も送られてきました。これ大丈夫なんですかね。すごいね、添付ファイルがすごいいっぱい、人がびっしりいます。綺麗ですね。綺麗な、なんて言えばいいのかな、この照らされて、このホールみたいなところなのかな、これって。ランウェイじゃないですか。あ、そうかそうか、モデルだもんね。はい、すげえかっこいい。歩いたんだこれを。デイジキラキラしてますね。気持ちいいはずね。はい、いやー、みゆちゃん、私も
頑張りますので、頑張って売れますので、お互いに頑張りましょう。ありがとうございます。これからも頑張ってね、みゆちゃんも。頑張ってください。ありがとうございます。小山之助、体は元気です。体で合ってますよね。体は元気です。ただちょっとした悩みがあって相談してもいいですか。喉のケア、加湿器とかはいかがですか。なるほど、悩みいいんじゃない。聞こう、聞きましょう。じゃあ今日のテーマ、小山之助の悩み、行こう。悩み全然聞くよ。あ、聞こうというか、これパソコンだったね、ごめんね。あ、そうっすね。小山之助が今目の前にいると思って普通に聞こうって言ってたけど、これってね、人間じゃないね。人間で画面上で今話をしてます、はい、あ、全然聞くのでメール送ってきてください。よろしくお願いします。お願いします。の小山之助の悩みについて皆さんで話し合いましょう。はい、これは大事な問題ですよ。はい、これね、あれなんでしょ、ラジオに送ってもいい悩みということは、はい、みんなに聞かれてもいいということです。そうっす。なので小山之助待ってますよ。よろしくお願いします。お願いします。ツイキャスもどんどんお待ちしておりますよ。皆様よろしくお願いします。みーちゃん、うん、歩いたよ。だからランウェイね、すごいですね。憧れだよね。レナはあんま憧れないです。あ、でも同じような、はい、ま、職種は違いますけどね。あ、はいはいはい。私もハゲてる芸人なので、いや、もうラジオ中ですよ。レナちゃん、ラジオ中にハゲてるって小さい声で言わないでよ。ちょっとハゲてるって。ツイキャスでさ、自分の髪のさ分け目見てさ、ハゲてるって。ちょっとちょっと、まあいいでしょう。まあ今日はね、ゆるくお送りしていきます。はい、よろしいですか。本当にね、れなちゃんはね、ちなみに3期生で養成所に入ってきまして、はい、裏方でお手伝いをね、はい、今してるんですが、はいはいはい、私たちが一刻も早くこの世に出るために、この世に出る、そう、頑張っています。はいはい、頑張ってます。はい、一刻も早くね、はい、この世から、この世から私たちが芽を出すように、花を咲かせるように、はい、頑張っていますよ。はい、あ、メール来ました。来た来た来た。小山之助の相談参りましょう。れなちゃんどうぞ。好きな人からの反応で脈なしだと判断したときに、脈なしでもいいからもっと近づきたいって気持ちと、近づいたら相手に迷惑かからないかな、相手に迷惑かからないかな、相手に迷惑かけてしまってそれで傷つくのが怖いって気持ちがあってモヤモヤしています。こんな場合アタックするべきでしょうか、教えてください。長文&変な悩みで失礼しました。いやー、これはありがたい悩みですね。こういう話は大好きですよ、私。さあ、はい、スイッチ入りましたね、今。女の子が大好きな恋のお悩みですよ。そうだよ。女二人が来たらもう恋バラするしかないでしょ、これは。好きな人からの反応で脈なしだと判断したときに。そっか、脈なしだと思っても。気持ちを伝えるべきか、伝えないべきか。どうします、あゆみさん。はい、私の場合、はい、私の場合は一応、はい、自分自身がモヤモヤするから気持ちは伝えます。はい、実際に今までも伝えてきました。全部言ってます。私は一人以外、ご椅子でしょ。一、はい、人以外ね、はいはいはい、この一人は、まあ、宗教上の理由で、前もツナイト5で言ったんだけど、宗教上の理由でアタックできなかった。はい、これはしょうがない、宗教絡んでるから。はい、はい、だけどそれ以外はすべて私は伝えます。はい、これは完全にこの試合は負けだと確定していても、はいはい、実はさ、はい、あなたのことが好きなんだよね、うん、ただ気持ちだけは伝えておこうと思って、はいはい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございましたっていう感じで引きます。私は、もうこれですっきりだってさ、はいはいはい、もやもやするんだもん。まあ、しますね。もやもやしたまま次に進めない、私は。はいはいはい、とりあえず行ってすっきりさせて、自分の中で解決させて、はい、もう無理って分かってたら、はい、もう言わなくても行っても無理って分かってたら行った方がいいわけよ。うーん、それで自分によく行ったって自分のこと褒めて、はい、これが次の恋につながるんだと自分に言い聞かせて、あれだよ、一応言うけど死にマイナス思考なんだけど、はい、恋に対してはプラス思考だから私。いや、そう、はいはい、恋愛に対しては常にプラス思考ですから、はい、どうせ次がって
23までは持ってました今いくつですか？今30です結構前の話です。結構前の話でもね本当にね言うべきだよ。うーんってことは、実際ほらモヤモヤしてるんでしょ小澤助。はい、はいはい、モヤモヤしてるんだったら、はい、言うべきでしょ。うーんだってどっちみち脈なしって判断したんでしょ。うん、でも脈なしでもいいからもっと近づきたいって思ってるんでしょ。そうっすね。だったら好きですって言った方がいいんじゃない。あ、近づけますね。うん、それで傷つくのが怖い。バカ野郎、傷ついて成長していくんだよ。いくつですかこの人。小山助はね大学生だよ確か。若いですよ。一緒ぐらいか。22歳。一緒っす多分。22歳、うん、若いんで大丈夫ですよ。バカ野郎小山助人はね傷ついて成長していくんです、はい、大丈夫ですか。だからあのねそうだな、自分が自分の気持ちに素直に正直に、まだ22なんだから、はい、これからいろんな出会いはありますよ。はいはいはい、いろんな出会いあるので、はいはい、でまだこれ終わった恋じゃないかもしれないですよ。だってそうっすよね。これを告白することによって相手がね、相手の気持ちが動く可能性だってあるんだから、はい、まだ終わったって決めつけない方がいいと思うよ。うーん、ダメだったとしてもこの子とね、いい友達関係が築けるかもしれんしね。うーん、まあ友達関係が嫌っていう子だったらちょっとあれだけどでも自分の素直な気持ち、はいはいはい、まあ、好きって言ってごめん気まずくなるかもしれないけど自分は友達でいたいと思ってるから、うん、友達でいてくれるって一言ねプラスで添えたら、はい、その子も多分付き合いやすいと思うけど。そうですね。ただ単にね好きって言ってアファーしてこれから顔合わせるのが気まずいってなったら嫌でしょ。はい、そう思うんだったら告白した時に、あ、もしかしたらこの子嫌って思ってるかなって感じたらその時に言えばいいわけよ。あの、これからも僕と仲良くしてくれますかと。はい。そうやって仲良くしていけばいいんですよ。はい。大丈夫ですか、小澤之助。もっと話聞くよ、私。こういう話大好きだから。そうですよ、ほら、みゆちゃんだってピンチはチャンス。そう言ってますので、はい、頑張っていきましょう。あ、マロダンさんだ、マロダンさん。あ、はいはいはい。読谷の。読谷の、読谷の人じゃないですけど、はいはいはい。聞いてくれた。マルダンさんあれだよ、読谷の人じゃないよ。あ、大分の人ですね。大分の人、そうそうそう、大分の人、はいはい、お、もはや月曜ツナイト5準レギュラーのスタッフ姉さん、こんばんは、ナちゃん、スタッフ姉ちゃん、スタッフ姉さん、ありがとうございます。あ、エマちゃんだ、こんばんは。ちょっと出遅れちゃいました。私は何気アタックしつつ自分が傷つく方を選んじゃうな。うーんいやでもね結局さ、はい、脈なしって思ってるんだったら、はい、言った方がいいと思うんだけどな。レナ言わない派です。レナ脈があるって思っても言わない人です。レナじゃダメじゃん、もうそれは。レナ自分から行く、なんていうんですかね、うん、レナめん、あ、これ言ったらレナ、いや言わない子、うん、これはね、じゃあ今日の夜の女子会で話しましょう、はい、女子会でとりあえず小座之助は、はい、言った方がいいと思うよ。そうっすね、うん、私は言った方がいいと思う。モヤモヤしてるんだったら、そのモヤモヤを解消するために言えばいいんですよ。言った方がいいと思う。それにその子に近づきたいって現に思ってるんでしょ。はいはいはい、はい、思ってるらしいですね。その気持ちを選んで言った方がいいと思いますよ、はい、ぜひね、はい、あの結果報告も待ってますのでよろしくお願いします、はい、エマちゃんは、告白して振られたら友達でいられないです。そこもレナ一緒です、意見。まあ多分普通の女の子はそうなんだろうね。私全然平気だわけよ。へえ。私振られても全然平気だわけよ。ああ、実際ね、はい、私いつも当たって砕けるタイプなんですけど、はい、どんどん言うから、あの言って振られても相手が優しくしてくれるんだったら私は普通に友達でいる。へえ。だからああ、マロダンさんもなんだ、ぶっちゃけ 100% 脈ないとアタックしないっす。私は女じゃないのかな私女の子じゃないのかな。男っぽいところがあるかもしれない、だったら。ああ。言っちゃうな。でも、あ、そうっすね、うん、そうっすねって。でも本当に、うんうん、高校の時もさ、高1の時に、はい、高校3年生の大好きな先輩がいたわけよ。はい。でどうしても気持ち伝えたくて放課後走って行って、あ、はい、走って行って、はい、
先輩呼び止めて、本当、呼び止めてよ、はい、塾行くって言って先輩が、はい、あの専門から出てね、はい、今しかないと思って、もう卒業しちゃうから先輩、はいはいはい、だから今しかチャンスはないと思って走って行って、うん、その時にね、ちょうど高校1年生の時だから、はい、同じく同級生の女の子2人も3年生の先輩が好きだったわけよ、うんうん、はい、だから同じような境遇の子が2人いたわけ、はい、だから3人仲良しだったわけ、はいはいはい、よく先輩の話とかで盛り上がったりとかして、うん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 、でもこの2人は先輩になかなか告白するあの勇気がなくて、はい、で私がじゃあ先陣切ったわけよ、私行っちゃうっつって、はい、で走って行って先輩っつって、うんうん、好きですっつって、はい、付き合ってくれませんかって言ったんだけど、はい、案の定振られました。もう振られるって見えてたんだけどね、はいはいはい、で行ってやっぱりね、昔の彼女が忘れられないからごめんねと言われて振られたんですけど、はい、嘘つけと、高校1年生だからだろ、そして私が私のことタイプじゃないからだろと思いながらも、はい、そうですかって頑張ってくださいって言って、でも目の前で泣いたら負けだから、いい、はい、じゃあ塾頑張ってくださいねって言って、はい、振り向いた瞬間にチャー泣きですよ、涙見せずに振り向かずに、私はもうかっこいい。でそしたら同級生の女の子が2人で自分のところ来て、はい、3人で号泣ですよなんで届かないのっつってそれも青春ですけどね。そうっすね。いやでも本当に楽しかったですよ。時間が経てば何でもいい思い出になるんすよ。なんですよ、マロダンサー。どうしても気持ちを伝えたいって音構えっすよ、私傷つくのが怖いってなる。そうだよね、エマちゃん。好きでいることを諦めなきゃって思うんで優しくされると辛い。うん、そっか、もうここまで女子に言われたら高校生ですか。エマちゃんは高校生。高校生は大丈夫ですよ。うん、うん、だって、ね、まだ10代ですよね、うん、いやもういい人いっぱいいますし。それめっちゃ、いやあなたもよ、まだ諦めるなよ22でしょ私見てごらん、30よ30よ私まだいっぱいやられるから。あのね、いっぱいいい人いるから、みんないますよ、うん、あくびすんなよお前ちょっとちょっと本当に頼みますぜということです。メール来てます。じゃメールを読みましょう。はい、はい、読んでください。あゆみさん、れなさん、えんそさん、リスナーの皆様こんばんは。こんばんは。本日は家族旅行のためひこにゃんで有名な滋賀県彦根から聞いてます、うん、お、ありがとうございます。2泊3日で滋賀県を旅行中です。お、明日が最終日ですが最後まで楽しんでいきます。ありがとうございます。お二人とも喉を大事にしてくださいね、うん、大した情報は持ってませんが、チョコレートと辛いものはなるべく控えてくださいね、うん、テーマに沿ってなくてすいません。これからもご活躍を応援してます。最近の口癖が沖縄行きたいのキーちゃんでした。キーちゃんありがとうございます。そうなんですよ、キーちゃん今家族旅行らしくてね。いいの、羨ましいよね、旅行行きたい。ゴールデンウィークっぽいですね。本当にゴールデンウィークっぽいね、本当に羨ましい。チョコレートと辛いものはダメなんだ喉に。あ、やば、めっちゃ好きだけど。本当ですか。両方好き、チョコも好きだし辛いものも好き。我慢ですね。我慢、本当に我慢しないといけないね。でも最近はトローチの喉飴しか飲めてないもん、あまりにも。うん、で疲れてるときチョコがいいって言ってたから、そろそろチョコ食べようかなと思ってたけど、危ないね。危ないですね。危ない。キーちゃんありがとういい情報でした。これはこれ勉強になったね。はい、チョコと辛いものはじゃあ2人で今日からやめます。いや辛いものはもともと食べれないですよ。でチョコレートも与えられたものしか食べないですよ子供か。与えられたペットか。自分で買わないですよ、ね、チョコレートはあんまり。じゃあ私はアイス食べます、いっぱい。そうだね。でもアイスもダメでしょ、多分冷やすのは喉、今は。ちくしょう。ダメですよ、だから。チョコのアイスは一番ダメだよね、じゃあね。そうですね。キーちゃんありがとうね。ありがとうございます。いやいやいや。マロダンサー、疲れてる時のチョコは危険、太る。あ、そういうことそういうことかーい。なるほどね。喉は温めた方がいい。あ、モンチッチさん、みかんもダメ。聞いたことあるな。これ、うちのお母も言ってた。ね、みかんダメらしい。高校の時に声出なくなったんですよ、うん、でそのまま学校行って給食がみかんだったんですよ、うん、でみかん食べたら声治ったんですよ。いやそれは多分違う、あでも一時的なもんですけど、これは違う原因だ違う理由だと思う、治ったのは。いやお母も言ってた、風邪ひいてる時はみかん食べるなよって言ってた。へえ、喉にね良くないらしいね。なんかそうなんだ、うん、ダメらしいよ。ありがとうございます。今日温めた方がいいね、うん、じゃあはい、今日ね実は
レナちゃんがうちにお泊まりの日なんですよね。はい。なので2人で喉温めながら飲みましょうか。はい、はい、今日の塩素さんの塩素さん、塩素さんじゃない、巻き込んでしまった巻き込んでごめんなさい、塩素さんなんか文章に出てきたから、あの小座之助の恋愛トークで、うんうん、夜は盛り上がりながら、ね、人の恋話、人の話で恋バナで盛り上がるっていうね。すいません、はい。あ、ちなみにリクエスト曲とかさっきの夢ありましたか。あ、じゃあもうちょうど今中盤ぐらいなので、はい、曲を流してから行きたいと思います、はい、ではモンチッチさんのリクエスト曲でファンキーモンキーベイビーズ夢。その時にちょうど隣の高校が体育祭やってて、その時に体育祭で流れてたのが夢だったわけ。でそれ聞いてめっちゃ号泣してから、自分何やってんだろうと思って。いいね、もう本当にマジでいい。ファンもいいです。ファンもいいよね。みかんは咳を誘発する成分が入っているらしくて。あ、そうなんですか。ただ温めたら問題ないです。みかんはですか。はい。あ、すごい。みかんを温める。みかんを温める要はあのジュースみたいに。あ、なるほど。してでそれを火を通したら酸味が和らいで喉の負担にはならない。あ、まあ、そこまでして食べたいと思うね。みかんの生の状態だと冷える効果もあるんで。あ、なるほど。風邪のあれも誘発される可能性がある。痛いよね。僕たちを待ってる。剥げてますよね。ん、剥げてない。剥げてない。マジでみんな見てる。本当にマロナンさん、ストーブの上で焼きみかん。あ、沖縄ではね、ないんですよね。焼きみかんとかやったことないな。ストーブってイメージない。確かにあんまりないよね。大丈夫。大丈夫です。大丈夫、ごめんね。なんで、ごめんね。まだなく。忙しいのにラジオに呼んでごめんね。忙しくないっすよ。忙しくないです。焼きシークワーサーもないなぁ。この次の部分が好きだったかもしれん。あ、違うかも。果てしない道のりを見失いそうになるけど、一番大切なのは今を精一杯に生きることさ。ここですね。そう、あのアコーテ、アコーテじゃない、ビシケンファミリーさんの、うん、何でしたっけ、1曲目の、アコーテじゃないの。アコーテがめっちゃ好きなんですよ。アコーテもいい曲だよね。アコーテ出てからの1年間ぐらい毎回それ聞いて寝てました。すごい。名前と聞いたのが大阪だったんですよ。ああ沖縄新規のツアーで、はいはいはい、もう泣きましたね。アコーテやばいよね、はい、いい曲だよね。確かに皆さん、具志堅ファミリーアコーテ検索してください。いい曲なので。本当に検索で引っかかるよね、普通に。うん、めっちゃいい曲。今から迎えに行こう、走り出せ、その先へ。
いいね、たまには女子だけでラジオするっていうのも、はい、あ、めっちゃ来てる。ちょっと後で、はい、あの CM 開けたら開けときましょうか、うん、20、やば、22歳ってレナと年変わらないじゃないですか。全然面白い。かわいい、もう。CM ですよ、皆さん。ひーちゃん。ひーちゃん？いや、言っただけです。びっくりした。ひーちゃん、ありがたいよね。ひーちゃんって本当の名前なんですか？ひーちゃんは、ひーちゃん、マキーじゃなかった？斉藤、あれ斉藤、斉藤じゃない、斉藤真希、斉藤真希じゃないの、うん、違うかな、じゃなかったらよ、デジひどいよねひいちゃん、斉藤、確か斉藤真希、斉藤真希ちゃんだったような気がする、うん、おら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 沖縄新喜劇にこのシーン会いましたよ、おら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 だるね、だるねって聞いた、うん、みゆちゃん笑われました。やばい、丸田さん自分までの音が痛くなってきた。いや、やばい、風邪つきますよ、マイク越しでもマスクして聞かないと。あ、だからマスクしないとね、自分たちも。マスクで肌荒れてるんですよ、今。マスクしたらもっと荒れるんですよ。ああ、なるほどね。だからマスクマスク。今しかも那覇でインフルエンザがめっちゃ流行ってるらしいから。これでしょ、はい、あ、この曲、いい曲、ね、斉藤真希、そう、斉藤真希ちゃんですよ。あ、ティアちゃんだ、いますね、沖縄花月にいる人、ね、ありがとう、見てくれてありがとう、ティアちゃん、なんか嬉しいね、なんか女子だけのなんか感じもいいね、みんなリスナーさんも女子みんななんか楽しい。トゥナイトファイブ、トゥナイトファイブ、はい、夢、いい曲でしたね、はい、ありがとうございました。はい、メールをどんどん紹介しますよ、はい、レナちゃんお願いします。はい、小沢のすけさんから、はい、皆さんありがとうございます。目がうるうるするのをこらえるのに大変でしたゴールデンウィーク明けもう一度頑張ってみますということです。ありがとう、小沢のすけ頑張れ、マジで応援してるよ本当に。まずはね、自分の気持ちを伝えて、はい、もしよろしかったらお友達を続けましょうとね、うん、一言添えるのが大事かもしれません、はい、これはね、告られた方が多分気まずくなるパターンが多いかもしれないので、はいはい、ぜひね、こっちから、いや別に気にしないでって、はいはいはい、ただ気持ちを伝えただけだからっていうのも大事だよね、はい、そしたら仲良くなるよ ね、 はい、それいいと思う、はい、好きって言って、はい、あ、なんか様子見てからよ、はい、変な話してたら、あ、ごめんごめんごめん、そういうあるじゃないんだけど、ただ本当に自分の気持ちを伝えたいだけだから、はいはいはい、でもこれからも仲良くしたいからよろしくねって、自分も全然話しかけるから変なしないでねっていうのが大事だと思うよ、はい、はいはい、頑張ってください、頑張ってください。で、みゆさんと、私は自分の気持ちははっきりと伝えるようにしてるよ、うん、別にいい人に見られたいとかは全然ないので、素の自分で接するようにしてます、うん、私のモットーはやらないで後悔するよりやって後悔したいです。はい、このやりたい、やらないで後悔するよりやって後悔したいって言葉あるじゃないですか、うん、でな、それ別のやつで好きですね。いや、恋愛ではあんまり使いはないです。あ、そうなんだ、はい、いやいや、私は当たって砕けろですからね砕けっぱなしの人生です私は本当に。今からっす。そう、あのね、失恋した分だけはい、あのいい人が現れるまでの、はい、なんていうの、ポイントだと思って、ポイント制いや、ポイントまだ4しかないだからダメになったら1ポイントそれがあの10ポイント貯まったら、はい、もうデジ10ポイントに見合うぐらいの人が現れると思ってで、10ポイントからさらに20ポイントまでいったら、それに見合うぐらいの人が今度は現れるって思いながら生活している私はやってられん。30だから、今年31だから、あ、何ポイント貯まったかな、
それ言わんこね、じゃあ鼻水でしょ。それ言わんこね、諦めるのは簡単。そうなんですよ。諸田さん、えらいポジティブなポイントシステム。いや本当によ、本当にもうポイント制にしないとやってられんからよ。うーん、この今までのダメだった、はい、自分を振った男たちは、はいはいはい、それぐらいのポイントしか価値はないと思って。分からんけど。はいはい、はい、そう思うとやってられないんじゃない。だって最近の男はね、クソだと言えないけど、ダメだったよ、ダメよ、ダメよだった。本当に、まあ、ごめん言葉汚かったですけど、すいません、今のはなしで、撤回でお願いいたします。今のは P でお願いします。もう最近のね、私の男の人はね、本当にね、マイナスポイントでしたね。うん、レラも話聞けましたけど、うん、だからね、私の中でマイナス50ぐらいあったんで、はい、次で会う人はそれを上回る120ぐらいの男の人が現れると、はいはいはい、いや絶対いますよ、余裕でいます、絶対いますね、はい、いるよね。あれはやばいっすもん、あれはやばいよな、はい、もうあれで、あれっていう表現しか使えないですけど、あれはやばいっすよ。みんなには申し訳ない、あれっていうのしか言えないんですよ、はい、本当に。あ、やば、これはもうれなちゃんが読むしかないね、これはね。メールが届いておりますよ、はい、どうぞ。疲れ様です、カシスオレンジ中村です。来た来た。僕彼女がいるのですが、彼女は僕のボケに対して笑わないのですが、どうしたら笑いますか。これはもっと春季さんのことを好きになってもらうしかないと思います。いや、あのさ、その前によ、春季ってトゥナイトファイブヘビーリスナーだよね。はい。めっちゃ聞いてるよね。はい。いや、マジでもう出ればいいのに。春季さんだけじゃなくて、あれ、嵐さんもコンビで聞いてると思います。っていうか、出ればいいのに。確かに。そろそろ出ればいいのに。マジで。思わん？はいはいはい。もう、ありがとうね、春季。あのね、逆のことを言うとさ、笑わないっていうことは、はい、好きだから笑わないと思う。アミ、どういうことですか。私さ、はい、私の場合そうだわけよ。私ド S だわけ、とっても、はい、今まで、はい、付き合ってきた彼氏、はい、死にけなして生きてきたわけ私、はい、とっても大好きだよ、大好きなんだけど、はい、彼氏がボケたりとかしたら、はい、可愛いって心では思ってるんだけど腹立つわけ。あ、そういうことっすね。そう、腹立ってから、あれあれじゃないですか、うん、だそうです。だから彼女が笑わないっていうのは、はい、好きだから笑わないんだよ。はいはいはい。ねえ、思わん？思います。今言われたら、まあそれはありますね。なんつうの？うん、まあ、なんで春季の悩みに真剣に答えてる？絶対悩んでないし、あいつ、はい、ボケ。ボケだし。ボケです。もういいよ、やめよう。やめます。やめよう、やめよう。なんか春季に使ってる時間もったいないやつ、マジで。やめた。はい。いっぱいいっぱいツイキャス来てますよ。だからよ。はい、呼んで呼んで。ちょっと待ってくださいよ。うん。どっから呼んでる？いや、やめて、これはやめよう。これは言えないですね。これ行きます。ああ、行く行く。エマさん、私、はい、一個一個の失恋がいろいろ辛くて恋するの怖いです。ポジティブになりたい。エマさん、いや、高校生はあれですよ。エマさん、恋して失恋するために悩みますよ。そうなんですよ。私の失恋話聞いたらマジで元気出るからね、レナちゃん。元気出ますな。出ますっていうか、まあ、はい、出ます。これ私相当ひどいことされてますからね、レナちゃん。はいはいはい。なので、大丈夫、いろいろ辛くて恋するのが怖いと言ってるうちはまだ大丈夫です。そうっすね。これがね、何も言えなくなるから本当に。私ね、本当に辛いこと今までいっぱいあったよ。大丈夫、大丈夫ですよ。まだ高校生、まだ高校生なので出会いはいっぱいあります。皆さん本当にあのね、大学行ったらいっぱいいますよ。そう、高校卒業したら、うーん、ね、はい、いっぱいいます、いっぱいいます。なので出会いは今からです。頑張ってください。はい、大丈夫です、本当に今からなので、はいはい、マジでこれ、マジ勇気づけてあげて。私の一個一個の今までの失敗の話してさ、はいはいはい、本当にね。頑張ってくださいよ。はい、ちーさん、ただ 100% の
男子を探そうとしたら結婚できないよ、自分が 100% な女性でない限りお互いに足りないところを補える相手を探しましょう。お、めっちゃ超大人。もうこれあれじゃないですか、いいこと。これなんかあれだね、はい、あれですね、あの占い師とかに言われるようなもうちゃんとしたことでね、はい、なんかなんだろうな、番組とかで本当にガチの答え、はいはい、先生が言ってるみたいな答えですね。いいな、ね、100%。そうですよね、 100% の男の人も女の人もいないですね。いないですので、うん、ね、それぞれ皆さんいいところあります。しかし最近の私の男はダメでした本当に。これはもうやめましょう、マジでマジでやめましょう。これ話せれないようだったら続けていいですけど、はい、これ多分やばい本当に、結構皆さん辛い思いをいっぱいされたというコメントが来てますね、来てますが、あのね、うん、でもね、女の子は恋をいっぱいして綺麗になるって言いますから、はい、あの恋をしてるだけいいと思いますよ本当に。そうですね、好きな人さえできませんから今もう今それどころじゃないですもん、ね、本当に、ね、それどころじゃないよね、思いました。毎日を生きてるのが精一杯。お金くれ。ただそれだけです。お金くれ、生活費をくれ、それだけですよ本当に。あ、本当に、はい、こんなもんですかね。はい、今日はたくさん皆様のお悩みを聞きました。もうね、たくさんというか小座之助のね悩みを聞いたんだよね。はい、でも結果小座之助は、ゴールデンウィーク明けに気持ちをもう一度伝えるということで、はい、答えが出ましたので、皆様この相談に乗ってくれた皆様ありがとうございました。ありがとうございます。はい、丸田さん、急に貧乏臭くなるからお金言わないのって怒られちゃった。すいません、すいません、テヘペロ。はい、でも最近は毎日充実してるかな。でもはいはいはい、そうですね、充実はしてるよね、忙しいけど。そうですね、ありがたいです、ありがたい本当に。これが急に暇になったらね、怖いですね、怖くなるんだろうね。今のうちにいっぱい頑張って本当にちょっと力をつけといて、この忙しい時にやるべきことは、はい、やって経験を重ねて、はい、いい大人になりたいと思います。はい、れなちゃんも若いけど、22だった？21です。21、はい、デージ若いな、びっくりしたよ。来月22です。へーなのに結構みんなにね言うぐらいしっかりしていますよね、れなちゃんは。いや、大人ですよ本当に。ダメです、本当に。はい、あれ、丸田さんがいいこと、なんか嬉しいこと言ってくれてるよ。沖縄吉本さんは頑張ってますよね、少なくとも福岡吉本よりリプしされてます。いや、これなんとも言えないですよ。いやこれはね、沖縄っていう場所が、そうですよね、そう、うん、独特だからかな。はいはいはい、なんだろうな、沖縄国際映画祭とかが開催されてから、結構ね重宝されてるというか。そうですね、うん、それがきっかけかな。はい、はい、ありがたいです。だからここに今か月とかがある限り私たちは頑張らないといけないので、はい、その今ね、あの重宝されてると、はい、言いましたが、はい、この期間にね、うん、頑張らないとね、はい、結果残さないと、はい、周りのれなちゃんもそうだけどスタッフさんとかにも本当に申し訳ないというか、私たちが頑張らないといけないので、はい、ぜひとも応援よろしくお願いします、はい、遊びに来てください。来てください。でも福岡吉本さんも結構頑張ってる方だと思いますけどね、私。はいはいはい、あのクーバさんも元福岡吉本 でしたから。あ、そうですね、そう、はいはい、福岡吉本から沖縄に戻ってきたっていう話ですから、はい、ぜひ、まあ、お互い吉本同士で頑張っていきましょう。はい、ということで、あ、は、なになに、案外びっくりした、びっくりした、びっくりした。今日さ、いつもより、はい、あんまりマシンガントークしてない方だと思うわけよ。はいはいはい、ちょっと正直ね、ゆっくりしてますね、喉が痛いから、はい、あのゆっくりゆっくり続けているから、うん、結構時間過ぎるのが遅いなって感じていたはずなんだけど、うん、はい、早いっすね。気づけばもう50分でございます。あと6分なのかな、ね、なので、まあ、エンディング曲は、はい、私の大好きな、はい、終わらない未来、はい、あ、はいはいはい、で今日はエンディング曲を流したいと思います、はい、よろしいですか。はい、
とりあえずもう一回 CM とか挟んだりします？ CM はない。じゃあもうそのままエンディングいきますか。はい、エンディング、エンディング。あ、こんな感じこれです。何も終わってないよ、終わらない未来。私がね今とっても好きな曲です。ファンキー加藤さんの、はい、はい、あ、何？来月ライブですよ。そうだよ。やば、早っ。来月ファンキー加藤さんに会えますよ。こういう話してダメですね。だけど一応加藤さんがあの沖縄に来るっていうことでね。はいはいはい。はい、この曲ね、終わらない未来、さあ頑張ろうっていうね、はい、曲なんで、皆さんぜひ加藤さんのアルバム ワンという曲にありますので、はい、ぜひ皆さんもし機会がありましたらファンキー加藤さんの終わらない未来を聞いてみてください。聞いてください。本当に歌詞がね。まさに今の私たち、はい、このなんていうの、忙しい毎日を送っている私たちに対しての曲かなって、そうですね、思います。なのでぜひ皆さんも日頃ですね、うん、辛いこと、あのいろいろあると思いますが、あの諦めずに一日一日をあの一生懸命生きて頑張ってください、はい、なんか最近ね辛いこともいろいろある人もいっぱいいると思いますが、そうですね、ね、この曲とかでもね、いろいろ励まされながら私も頑張っておりますので、うん、皆さんまた明日からも一日頑張りましょう、はい、ということで本日最後まで聞いてくれてありがとうございました。今日の、今日のゲストはオンガレナでした。はい、では皆さん来週お会いしましょう。バイバーイ、うん、バイバーイ。